これ来てるけど、くるみさんからお誕生日おめでとうございますって、ありがとうございます。メールくれて、ありがとう。40になりまして、40歳ね。誕生日やったけど、はい、なんか知らんけど娘におもちゃ買わなあかんかったん。うん、流れてね、なんか分からへんねんけど、パパおもちゃいるって言われて、うんうんうん、いらんよっつって、うん、パパはもうおっさんだからおもちゃいらないよっつって言うねんけど、うん、おもちゃいるって言うから、うん、いらんよっつって、うん、イオン行くって言うから、うん、行かないよイオンはっつってイオンの6階行くって言うから、6階何あんのって聞いて、おもちゃ屋さんあるよって言って、うん、じゃあもう行くっつって、うん、もうしゃあないから5年出したからさ、じゃあイオン行こうかっつって、でイオン行ってやんか、うん、なんかな、ウーニーズっていうな、うん、風船をこう機械で膨らますやつがあんねやんか、こうパコッとはめて、うん、ブーって膨らまして開けたらこれぐらいの風船できんねんけど、うん、どうやらそれが欲しいらしくて、うん、ウーニーズいるよね、うん、いやウーニーズいらないよって、うん、ウーニーズいる、いやウーニーズいらないよ、これずっとやってんねんイオンに、うん、もう押し負けるしかないやん、俺子供に、俺誕生日やのに子供におもちゃ買ってケーキの材料も俺買って帰ってん。それさ、うん、あかん言うてるやろって最終的には言わへんの？怒れへんの？怒らへん。要は怒られてるやん、街で見る子供は。なんかうちのルールやねん、なんか俺怒らへんっていう。いやでもさ、そのでもほら、うん、粘ったら男の人買うなみたいななってもいかんわけやんか。そう、でも俺はもうそうなってもうたあるな。嫁さんに怒らへんか、あんた帰ったらあかん言うてるやん。うん、怒られてはる。じゃあだから娘怒られて、その倍俺怒られるから、またこう出るやんみたいな。いやでも買ってって言われたからって。いや買ってるやんつって、買ったらあかんやん、すみません、うん、そう奥さんが怒ってる、させんつって、うん、俺なんで俺の誕生日で子供におもちゃ買って家帰って嫁に怒られんの。それやっぱだから泣かれたくないやろうけど、うん、やっぱりギャー言うて、もう帰るよってやるなあかんのちゃうの。いやでもそれなんかできへんのよね俺で。俺が子供の頃そうやったからさ、買ってもらえねえかい、買ってもらわれへん、買って、俺だって子供の頃に親から買ってもらわれへんくて、俺筋肉マンの単行本欲しいって欲しいって知らなかったよ、うん、当時流行ってたやんか、はい、な、うん、ほんでどっかそうダイエとかね、うん、買い物行った本屋さん行って筋肉マンの単行本買いたいねんけど、もう親買うてくれへんから、買うてくれ買うてくれ言うて、うん、行くたびに言うてて、でも買うてくれへん、あかん言われて、うんうん、ほな何の合間か知らんけど、こうてええでって言われた時に、うん、もう嬉しすぎて、うん、ほんまにええのってなって、いやこうてええよ一冊だけなって言われて、うん、めっちゃ選ぶねん、あれもう言うたら38か40巻ぐらいだったやろ。でももう嬉しすぎて選びに選んだ結果、前買ったやつと同じ缶買ってんねん俺。まあ趣味は変わらないよね。そう、うん、こんなミスを娘に繰り返させたくないねん俺は。